2024年7月2日から4日にかけての最大でおよそ42時間ほどにわたって、沖縄県の尖閣諸島周辺の日本の領海内に中国海警局の船舶3隻が侵入したよ。これにより、今年に入って通算で24度目の領海侵犯が行われたと海上保安庁から発表されたな。今回はそんな中国海警局の船舶侵入について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回のケースでは尖閣諸島周辺海域の日本の領海内において、出漁した日本の民間漁船2隻を追って、中国海警備局の船舶3隻がその漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと目されており、ただしにこうした行いを常態化させているね。最近の中国海警備局のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻が1セットとして活動している状態が多かったため、今回3隻で領海侵犯を行ったということにいかなる理由があるのかについても気になる点ではあるよ。こうした尖閣諸島の周辺海域の日本の領海に対し中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では先月の2024年6月24日以来とされており、今年はすでに通算で24度目となっており、月平均で4回は同様の事態が発生している計算なんだ。これら沖縄県の尖閣諸島の周辺海域を管轄エリアとしている海上保安庁の部署は、沖縄県の沖縄本島に本部を構える第11管区海上保安本部になるが、同本部では引き続きこうした事態の警戒と監視を続けることを表明しているな。ここ近年は海上保安庁の活動といえば日本国内の大手マスメディアでも、このような尖閣諸島周海域における、中国側の船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多く、日本の領土防衛の最前線に置かれている感も強いだろう。そんな海上保安庁だけど、その生い立ちを歴史の上から紐解くと、その創設は太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年まで遡り、アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国湾沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されたよ。今でこそ海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊が定着しているけど、これも以前からというわけではなく、当時の2000年まで同組織を管轄していた運輸省が変更を表明して以後からなんだ。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティボードもしくは、ジャパンマリタイムセーフティエージェンシーが当てられており、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたわけだ。その英語名称の改定の理由は、広く日本国民に海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことを目指し、同組織のロゴやそのマークを含め変更したとためと説明されており、まあ世界的標準に合わせたというべきものなのだろうな。さらに2001年には海上保安庁を管轄する主体が、運輸省から国土交通省へと変更されたことも手伝って、以後の同組織の船舶等には全てジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されることと相なったぜ。日本における海上保安庁のあり方については法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されており、その最初の第一条において活動領域は自国の領海接続水域排他的経済水域及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えることができるよね。しかし実際の海上保安庁法第一条では現在は、海上保安庁の活動範囲は海上という非常に、アバウトな文言が記述されているのみであり、日本を取り巻く沿岸部のみに限定されず、必要に応じて世界中で活動することが想定されているんだ。ただし海上保安庁が1948年に設立された際には、九段の第一条ではその活動の範囲を、港湾海峡その他の日本国の沿岸水域という記述とされていたものであり、以後の情勢の変化から今の表記に改定されたという経緯があったぜ。それは一例を挙げれば大型巡視船として1992年に就役した際には、世界で最大の規模を誇った、四季島に課せられた任務とも関連しており、当時の日本の原子力発電の施策を円滑に進める意図でもあったわけだ。
当時の日本は自国内の原子力発電所において発生した使用済みの核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこでプルトニウムと放射性廃棄物に分離してもらい、保管する体制を敷いていたからな。この状況から日本では原子力発電所の稼働を継続することイコール、プルトニウムと放射性廃棄物が増加するという状態であり、このうち前者のプルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル発方式の発電を行うこととしたよ。そのために日本へとプルトニウムを輸送する必要が生じ、それには核兵器の材料ともなるエルソのプルトニウムを、外敵から守る手段を講じることが必須となり、まずイギリスからのプルトニウムの輸送には同国の貨物船に武装要員を同乗させたんだ。続くフランスからのプルトニウムの輸送には日本のハレシンマルが従事したんだけど、ここでは64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上で、さらにフランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたみたい。こうした流れから以後は日本が独自にプルトニウムの輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることとなり、ヨーロッパから日本までのおよそ2万海里を、保安上の理由から無寄港で航行可能な船舶が求められたってわけ。そこでその目的の履行のために専用に建造されたのが大型巡視船の四季島であり、総トン数が7175トン、全長が 150.0 メートル、全幅が 16.5 メートル、深さが 9.0 メートルという収益時には世界最大の巡視船となったぜ。巡視船四季島は機関部にはディーゼルエンジン4機を搭載し、最大速力は25ノット、航続距離が18ノットの巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機を運用できたらしい。ここに兵装としては90口径 35mm の連装機銃を2機と、20mm バルカン砲を2機搭載し、これは当然海上保安庁の巡視船としては2024年の現在でも最も重武装な巡視船であると言って良い充実したものなんだ。こうして建造された巡視船四季島は収益年の1992年11月に、計画通りにフランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したんだけど、以後はプルトニウムの輸送が中止されたことにより、通常の巡視船として運用されたね。この初代の巡視船四季島もちょうど今年2024年4月には老朽化の進行が激しく退役をしており、当初は改修工事を施して収益年数を伸ばすことも検討されたが、32年に及ぶ収益期間を終えたよ。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だが、同組織は2018年に組織の再編を経て準軍事組織である武装警察に連なるものとなっており、事実上の中国の第二の海軍というべき位置づけに変化しているな。日本政府が尖閣諸島の国有化を実行に移した2012年頃の時点では、保有する船舶の総数は日本の海上保安庁側がおよそ50隻、中国海警備局側がおよそ40隻と日本側がリードしていたが、今やその数は完全に逆転されてしまったわけだ。この2024年時点では海上保安庁の保有する船舶の総数はおよそ70隻ほどだが、中国海警備局の船舶の総数は実に160隻に迫らんとするまで増強されており、この12年間で4倍もの数に及んでいると目されているね。ただし日本にとって幸いなことは、中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海においても複数の周辺国と圧力を強めているため、中国海警局の船舶の全てが日本に向けられたものにはなっていない点だろうな。しかしいずれにせよ中国側が中国海警局の船舶の数を含め、体制を強化することに対処するため、日本側も海上保安庁の船舶数の増加を進めざるを得ず、人員をはじめ多くのリソースの拡充に予算の増加を強いられていることには変わりはないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。